こんにちは、Fスターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、ついに公開されましたスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースでございます。でいつも通りね、前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。それじゃあやっていきましょう。もうめちゃめちゃ良かったです。前作1本だけ見てれば見れますんで、ぜひもう見てほしいんですけども、まず前作ね、もうむちゃくちゃ傑作、大傑作でした。アニメーションの枠を超えたね、作品になってましたし、でありながらもアニメーションじゃないとできないね、表現をむちゃくちゃ詰め込んでて、アメコミらしさっていうのも可視化してね、表現されてて、それもすごかったんですけど、何より話もね、めちゃめちゃよくできてたし、メッセージもすごく良かったなという作品でございまして、めちゃめちゃ好きなんですけども、それの続編ですね。傑作なんで前作がね、それ以上のもの作れるのかなっていうところだったんですけど、まあ余裕ですげえものをね、作ってきました。話もね、すごく入り組んでてね、そんなとこまでやるのみたいな話になってたし、視覚的に見てもまた新しいことをやっててね、いやー、こう、もうまだ引き出しあるんだっていうね、感じでございましたね。本当にね、構図がね、決まりすぎてて、一枚一枚の絵がね、むちゃくちゃかっこいいんですよね。はい。本当にお手本にしたいというか、お手本にできないな、逆に。あえて外してるところが、まあ、ちょいちょいあったりして、本当ひたすらね、かっこいい絵を追求して作ってる作品だなと思いました。はい。本当にね、どの絵もね、ポスターにできるぐらいね、むちゃくちゃかっこいいです。今回はマイルスがね、スパイダーバースに、入っていくという話になってますんで、もういろんなスパイダーマンね、むちゃくちゃ出てきますね。はい。とんでもない数出てきますね。むちゃむちゃ、もうそれだけで超楽しいっていうね、ところでございました。僕はね、その中でもね、ホービーですね。スパイダーパンク。これがね、むちゃくちゃ好きです。はい。もう本当にいいキャラクターでしたね。もう単純にパンクっていうところもいいし、スパイダーパンクの存在の描写がめちゃめちゃいいんですよね。これはね、またネタバレありの方でも話そうと思うんですけども、前作と違う見せ方がされてて、めちゃめちゃ面白いね、表現になってたなと思いました。で、まあ話の面で言うとですね、スパイダーマンのね、あるあるの展開っていうのが毎回ね、あると思うんですけども、それに対してどう選択していくのかというね、話になっております。このよくある展開をその運命として作品に盛り込んでいるっていうね、ところがあって、めちゃめちゃメタな、なんか話の展開の仕方するなと思ったらね、脚本がね、フィル・ロードとクリストファー・ミラーというね、レゴムービーを作った人なんですよ。はい。あ、なるほどなと。まあ、前作はフィル・ロードだけが脚本だったんですけども、今回クリストファー・ミラーもね、入ったっていうところで、メタ的な視点がね、組み込まれたのかなと思ったりしました。レゴムービー1作目もですね、最後の方がね、かなり、うわ、めっちゃメタだなっていう感じ、急にね、めちゃめちゃメタな、話になっていって、で、それでなんだけども、ちょうどいい家族愛みたいなところに着地していって、わあすごい見事な脚本だなと思ったんですけども、さっき言いました、スパイダーマンあるあるを組み込んだってところがね、クリストファー・ミラーとフィル・ロードがやってるってのを知って、あ、なるほどなというね、納得の部分がありました。という感じです。で、さっき調べたらね、曇り時々ミートボールもやってるんですね、この人。これもなんか評価高いですよね。僕見てなかったんですけど、これは見ますか。面白いですね、絶対ね。次回作のね、ビヨンド・ザ・スパイダーバース。こちらも二人が脚本書いてますんで、もうこれもまた面白いだろうなという感じですね。僕はもう中盤ぐらいからずっと泣いてましたね。よくわかんないですけど。はい。本当にね、パンチラインだらけです。はい。セリフ、会話。もう随所にね、もうずっとパンチラインです。自分の将来というか自分の選択について悩んでるマイルスについていろんな人がね、助言をしたり、話したりするんですけど、その中でのね、セリフがどれもね、素晴らしい。本当にいいです。どの人にもね、本当に、刺さるというか、響くものがあると思います。はい、素晴らしいです。傑作です。まあ、もう傑作シリーズですね。もう、絶対面白いです。はい。なんで、ぜひ見に行ってください。あとね、まあ、この作品で言うとね、ヒップホップとのね、結びつきがすごい強いんで、まあ、前作ね、めちゃめちゃヒップホップ、めちゃめちゃ使われてました。はい。使われてたし、まあ、既存曲もあったかな。だし、オリジナルの曲も、めちゃめちゃね、ドラムが立ってるね、映画音楽になっておりました。それもあって、今作も、そういうのがね、残ってて。でもちょっと、アクロス・ザ・スパイダーバースってところで、いろんなね、
バースに飛んでいきます。いろんな世界、いろんなパラレルワールドにね飛んでいくんで、前作ほどヒップホップは使われてないんですけど、それでもねいろんな曲が聴きますね。中でもねスパイダーインディアのねところに行くんですけども、ここでねインドっぽい音楽が入ってたりとか、そういうのもあっていろいろね、まあ本当にバラエティが、多くて、楽しいですね。今回のねパンフレット、こっちか今回のパンフレットねめちゃめちゃ密度高いっす。これマジで買いですね。めちゃめちゃすごい。まずアメコミ映画あるあるのね、原作の紹介もあって、今回スタッフがめちゃめちゃ多い。監督だけで3人いますんで、監督のインタビュー3人ずつあって、で、脚本家のインタビューもある、プロデューサーのインタビューもあって、デザイナーのインタビューもあって、で、なんだろう、どうやってこの、バースのね描写、バースの世界観をどうやって作ったのかっていう話もあったり、あとキャラクターをどうやって作ったのかみたいなね、もう本当にいろいろ、本当にめちゃめちゃ密度高い。ね、もう別冊買って、もう2冊が1個になったってぐらい本当に密度高い。これは本当に買った方がいいです。はい、っていう感じです。もう見に行ってください、本当に。こっからはじゃあネタバレありでねやっていきましょう。はい、冒頭なんですけども、グエンちゃんのね語りから始まりましたね。あ、まさかのというね感じでございました。まあ、前作もちょっとね、グエンのバースのね、世界の描写、まあ、ちょっとありましたけど、今作はね、がっつり描かれますね。まずね、色使いですね。すごいパステル調の色使いになってましたね、結構。淡い感じのね、紫だったり、ピンクだったりね、水色かな、はい、とかあって、結構ね、カラフルな色合いになっておりましたね。で、光のフレアだったり、ストリークっていうね、ところ、なんか反射で映るものですね。それが、縦に伸びてるっていうのが、このバースの特徴かなという感じがありました。で、過去の回想シーンがあって、で、その後にですね、現在でバルチャーが来ます。バルチャーのね、この表現もね、めちゃめちゃ楽しいですね。ダヴィンチというか、昔っぽい感じの、まあ、線画ですね、になってて、明らかに紙に書かれてるというか、古いあの茶色い紙ですね、あれに書かれてる感じがあって、で、引きで見てると、その、結構 2D っぽいんですよね。ペラペラしてる。その、立体感があんまない感じになってて、グエンの世界と完全に全然マッチしてないから、この、レイヤーごと浮いて見えるというか、なんか綺麗にくり抜かれてないんですよね。その、若干その、コラージュ感があるというか、あの世界にあそこだけコラージュでポンって上に乗ってるみたいな感じ、この浮いてる感じが、あ、別のバースから来たんだな、みたいなのが、もう一目でわかるし、戦っててね、寄るんですよね。掴みかかったりして。で、寄ると、顔がちゃんと立体的になってて、3D なんですよね。ちゃんと立体感が見えるんですよ。うわ、面白いと思って。もう、うわ、もういきなりなんか新しいことしてきたわ。っていう感じでしたね。この、バルチャーのデザインと描写、これもういきなり素晴らしかったなと思います。で、バルチャーを捕まえまして、またね、あ、バンクシーだっていうやつがね、こっちでもいて、そういうのもあって、で、お父さんにね、追い詰められるんですけど、グエンがね。はい。で、ここでね、対話していって、で、グエンがね、マスク取っちゃうんですよね。ピーターを殺しちゃったけど、その仕方なかったし、だし、お父さんとしてもね、その、いや、自分の娘だったのかっていうね、その、複雑、もう超複雑な葛藤をですね、背景だけで語る。いや、見たことねえわっていうね。まず最初はね、グエンのね、後ろの背景がね、こう、ちょっとジャーって、ちょっとだけ滲んでくるんですよね。あ、滲んできてるわ。あ、面白いなと思ったら、もう、次のカットで全然色が違うみたいな感じがあって。いやー、これはすげーなと。まあ、本当にね、アイディアだらけ。本当に。もう、面白って思ったアイディアね、全部ぶっこんでて、最高ですよ。で、グエンはね、スパイダーソサイティの方に行きまして。で、ここでマイルスの方に戻ってきますね。それで1年半ぐらい経ってるという話になってましたね。で、まあ、いろいろ今の現状をね、語りまして。で、ここでね、スポットが出てきますね。今回のヴィラン、スポットです。はい。めちゃめちゃ小物でしたね、最初。今、マイルスがどういう風に敵と戦ってるのかっていうのを見せる、ちょい役的なキャラ、みたいな感じで出てきてね。なるほどなと。ああ、倒されるんだな、みたいな感じで見てたらですね、まさかの感じでしたね。そのヴィランのね、成長の仕方というか、逆に言うとイコライザーとかね、まあジョンウィックもそうか、舐めてた相手がめちゃめちゃ強かったみたいなね、シリーズありますけど、まあその系譜をね、ヴィランに置き換えて、しかもヒーロー映画でやったっていうね、これは面白い、使い方というか発想だったなと思いますね。マイルスが加速器を、破壊したことによって生まれた、ヴィランであるというのがわかると。だからそのヒーローあるある、スパイダーマンあるある
をギャグにするっていうのね、ここも面白いなと思ったのと、これもね後々めちゃめちゃ効いてくるなという感じでしたね。はい、でスポットがねなんか穴の空間に行きまして、いろんなバースに顔を出していくんですけど、ここがね結構もう普通に面白かったですね。古き良きアメコミみたいなところに顔を出して、でぶん殴られて戻ってくると、それでその後にあれかレゴかわあなるほどなと、確かにこれはフィールドロードだなという感じでございましたね。はい、でその後にねおばちゃんの店のとこ行きますけど、うわえまず普通にうわ実写でんだっていう感じね。はい、うわこうもうついに実写出してきたわって感じだったんですけど、よくよく見たらあれベノムの店のおばちゃんじゃないみたいなね、あれと思って、これは来たなと。はい、いやーこれ繋がったなという感じでしたね。まあギャグ程度で使うのがちょうどいいなやっぱって感じです。面白かったですねこれ、うん、で、マイルスのねバースに戻ってきますとね、父のね昇進祝いですね、所長になるというね祝いをやってるわけなんですけども、でマイルスが遅れてきてね、でまあちょっと喧嘩したりして、でそうすると、グエンがねこっちのバースに来ますね。で、まあちょっと散歩しようよっつって散歩しに行くんですけど、スパイダーマンらしくね街をスイングしながら会話をしていくというね、まあ、これ普通にやるならね、普通に道を歩きながら正面で撮ってこうやっていくと思うんですけど、じゃなくてスイングしながらやることによっていろんなね角度を見せながらね、まあアクションとして見せながら会話も見せられるというね、これがまた面白いことやってるなという感じでしたね。はい、だしスパイダーマンじゃないと、できないなというところでございました。ビルの上かなんかに行くんですけど、このね屋上のねいやすげえ構図だなという、まあ、構図もそうなんだけど、まあ色がまず超気持ちいいのと、はい、こういうね風景が綺麗なシーンがね本当にいろんなところにあって楽しいですね。でなんか この後ねお母さんとね結構長く話すんですけど、お母さんとのね描写、まあ前作全然なかったんで、あ結構増えたなという感じでしたね。うん、しかもねいいんすよねお母さん、可愛い子には旅をさせろだっけなんだっけ、ことわざなんかありましたけど忘れちゃったな。まあそれよろしくねマイルスにもう行ってこいというわけですよ。はい、まあここでもうちょっと泣いてるんですけど、もうてか泣くのもねなんかうって感じじゃないんですよね。なんかもう普通に何の抵抗もなく自然に流れてるんでちょっとよくわかんないんですけど、でグエンを追ってきますと、そしたらねなんか穴ぼこが開いてるビルに行きまして、であスポットのアジトだというね、で思ったよりスポットがやばいことになってるというね、ここで分かりましたね。ここでスポットがね、最初のね超舐められてた雑魚キャラのようにしか見えないようにね描写されてたんですけど、どん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 ね頭角を現していきましてね、今作のラスボスになっていくというね話の流れになっていきますけど、今作のスパイダーバースというのはね、スパイダーマンの運命ですね、スパイダーマンあるあるに抗う作品になっているっていうところなんですよね。スパイダーマンの、まあ、名台詞ですよね、大いなる力には大いなる責任が伴うというね、はい、それに反抗していくという、かなりアナーキーなね作品になってますんで、今回の悪役自体もスパイダーマンとか、まあ、ヒーローもののね、あるあるに抵抗していくんですよね。雑魚キャラとして倒されるはずだったキャラクタースポットが死なずにねどん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 成長していくという、あそこで倒されるあるあるギミックとしてしか使われない敵キャラっていうのをね、自らスポットが覆していくっていうね、これも気持ちいいポイントでございました。うん、ヴィランも、今作のテーマにねしっかりハマってるキャラクターに、なってたなと思いました。スパイダーマンインディアかな、なんかインドっぽいニューヨークに行きますね。これがね楽しかったっすね。まあまず普通にデザインがインドっぽいねデザインになってて、でそのなんだろう、ちょっと動きもインドっぽいんですよね。ちょっとダンサブルというかね、そういうところもあったりしながら、僕はねダンスが見たかったなと思って、やっぱねインド映画ってねダンスあるあるでしたから、てかなんならね RRR のねナートゥとかね最近あって、もうあそことか最高でしたからね。なんでちょっとでもいいからね、なんか全体街全体でちょっと踊ってるシーンがあってもよかったかなと思ったりしました。あの加速器のところに行くときに、ホービー出てきましたね。ホービーがねめちゃめちゃいいキャラクター、素晴らしい、てかデザインが最高。そのスパイダーパンクのテーマが、まあ、70年代ぐらいのねロンドンパンク初期パンクってやつですよ、あれをテーマにしてるっていうところ、めちゃめちゃちゃんと全部の要素が沿ってる、そこがねすごくよくて、まず70年代のパンクですね、まあピストルズクラッシュとかありましたけど、まあ、基本的にはピストルズかな、セックスピストルズをめちゃめちゃオマージュしたキャラクターになってるなと思いましたね。だし、ちゃんとロンドンなまりのね英語だし、
あとねコラージュなんですよね、デザインがギターのシェイプね形に合ったように枠取られてなくてこのバツってこの四角くねもう角取られたギターを背負ってたりホービーのバースの街中も、ビルとかもねコラージュで切って貼ってるものがそこにあったりとか、あとフォントもね、ぐちゃぐちゃなんですよね結構それもピストルズっぽいまあそっからインスパイアされてると思うんですけどそういうねコラージュをめちゃめちゃ使ってるというところはい、でフォント使ってるフォントも、ちゃんとあパンクだねっていう感じロンドンパンクだねっていうのが伺えるフォントを使ってましていやめちゃめちゃ細かいなというねバンド好きにはねめちゃめちゃ刺さるね、いいキャラクターでしたほんと好きスパイダーパンク好きでこの辺から見えてくるのが、まあ、スパイダーマンパンクもそうだしバルチャーもそうなんですけど、前作のスパイダーバースはね、作画が違う感じでしたよねスパイダーマンノワールとかペニーちゃんとか絵を描いてる人が違うという感じだったんですけども今回はねもうレイヤー自体が違うというかもう完全に別のとこから引っ張ってきたみたいな感じが、すげえ気持ちよかった、それがちゃんとハマってるのがめちゃくちゃ気持ちよくてそれだけでずっと見てられるんですよねもう正直話が全然面白くなくてもこれおもろと思って全然見てられるんですけどそれプラススパイダーバースは話もめちゃくちゃ面白いいやそれが本当にすごい表現の幅また広げてきたなという感じでしたねはいでそしたらねミゲルのバースに行くんですけども、スパイダーソサイティですねあそこに行きましてまあちょっと怒られるんですけどはい、怒られたらねピーター出てきたとはいわーピーター待ってましたという感じでしたねまず子供連れてたっていうね、ピーターが無事ね、MJ と寄り戻して子供生まれたんだなというところでしたねいやよかったいや本当によかったそしてねミゲルというキャラクターがね全然スパイダーマンらしくないんですよね。スパイダーマンといえば、おしゃべりでね、もう軽口を叩きながら戦うと。で、もう陽気な、そしてコメディータッチだというところが、ざっくり言うとね、あると思うんですけど、ミゲルはね、もう本当に真逆、バットマンみたいなね、本当にもう真面目、超真面目でね、作画の感じの陰影もね、結構深くて、ハードボイルド気味のね作品というか、キャラクターになってましたねキャラクターの絵を見てもそのなんだろう結構真面目で融通が効かないね感じなんだなというのが見える、キャラクターになってたなと思いましたでここでね、さっきのスパイダーマンインディアで所長を助けたことが、まあ、めちゃめちゃ良くなかったというのが分かりましてスパイダーマンの運命ですね誰かが犠牲になってしまうっていうのを、絶対守んなきゃいけないっていうのがねここで分かってくるんですけど、超メタ的表現ですよね、これ。なんだろう、暗黙の了解としてあったね、誰かが死んじゃうっていう描写を、これはもう全員やってて、まあ、それがないとスパイダーマンじゃないんだよっていう。それがなかったら危険だから排除されるんだよっていうのが描かれてて、スパイダーマンのあるある、スパイダーマンあるあるを、ここで逆手にとって話に組み込んできたっていうね、その発想はマジですごいなと。いう感じでしたねこんなことやっていいんだっていうねでねその描写でね結構その昔のスパイダーマンで漫画の、コミックのね、コマも出てくるしアメスパも出てくるし初代スパイダーマンも出てくるっていうね、まあ、ちょっと熱い展開がありましてねスパイダーマンの運命にマイルスはねめちゃめちゃ抗っていくとあなんだよそれとそんなもんに縛られてたまるかというね話になってきますここがねたまんなかったっすねここの会話いやここ普通に泣いてたしねもはや、めちゃめちゃ良かった俺のバースだし俺の人生なんだから俺のやりたいようにやらせろっていうねもう当たり前のことを言いますけど素晴らしいでソサイティのね追っかけっこはこれはもう問答無用で超楽しいっすねこんなにいっぱいのスパイダーマンがもう追っかけっこしてる、超楽しい、いろんなギミックいろんな技もう何でもありあもう本当にワクワクしかない、すごい楽しいシーンでございましたグエンはですね自分のバースに送り返されるんですけど、ね、ここで実家に帰ったことによってお父さんとねまた対話することになるんですけどここのまたね、背景での心情のトロの描写ですねこれがまた素晴らしくて、最初はねめちゃめちゃ色が暗いんですよね本当に廃墟みたいな緑っぽいグレーみたいなね鉛色みたいな感じの背景でそれで話しててね問題が解決するというか二人が和解してで抱き合うとね、背景が白なんですよねでちょっとピンクが混じってんですよグエンの色じゃんっていうねいやーたまんねえよっていう本当に色の使い方がね本当に素晴らしいすごい
いや、良かったです。で、マイルスはね、アース42に行きまして、家に向かってスイングしていくんですけど、今までいろんな人に言われたセリフとかね、を流しながら、スイングしていくというね。普通だったら、なんか回想シーンで一瞬ね、前のカットをパッて入れたり、しちゃうと思うんですけど、それをやらない。はい。スイングしている絵だけを見せる。そうすることによってマイルスがね、めちゃめちゃ急いで焦ってるってのがね、より見えるっていうね。これはうまかったなと思いました。で、お父さんがもうすでに亡くなっているというのがわかります。ここのね、見せ方もめちゃめちゃうまかったんですけど、話してて徐々にね、辻褄が合わないなっていうのが見えてきながら、グエンがマイルスの家に来てて、ね、マイルスに会おうとしてるってのをカットバックで見せながら、あ、違うとこにいるってのが見えてくると。これがめちゃめちゃ普通に、まあ、ミスリードというか見せ方としてうまかったんですけど、マイルスを噛んだ雲がアース42の雲だったんで、こっちに飛ばされたっていうのがわかると。これね、一作目の、最初の方にね、アーロンおじさんと地下で、壁にね、グラフィティ書くとこがあるんですけど、そこにね、大いなる誤算って書いてあったんですよね。マイルスのバースでは、ピーター・パーカーが死んだら、スパイダーマンがいない世界になるはずだったんですけど、あの加速器にアース42から雲が来て噛まれてしまったことによって誰も予想してなかった大いなる誤算として生まれたのがマイルスなんだっていうね。うわ、そっから降ってたのっていうね。いや、これはマジでびっくりしましたね。いや、これすごいっすわ。そう、だから危険分子というか、あのスパイダーマンの世界にとっても全く予想してなかった存在っていうのがマイルスである。それによってそのスパイダーバースっていうね、もうスパイダーマンがうぞうむぞうにいる世界の中でなぜマイルスが主人公なのかっていうのが、ここで分かったなと思いましたね。はい。で、その後にね、アーロンおじさんにぶっ倒されて捕まってプラウラー来て、そしたらね、プラウラー自分だったっていうパターンがあってね。だからここのアース42は、結構ね、色がね、はっきりしてて緑と赤と、あと陰影もねめちゃめちゃ強くて結構ハードボイルドなね、背景の感じになってたんで、ギャングスタな世界観なんだなっていうところが見えましたね。はい。っていう感じで今作はまさかのめっちゃ途中で終わりましたという感じでした。っていうね、これどっかで情報出てたんですかね、2部作になるっていうのは。全然知らなかったんで本当にびっくりしたっていうか、終わんのっていうね。本当にもう早く見たいんだけど、もう一番面白いところで終わったなという感じでございました。フラッシュも見てきたんで、フラッシュも話したいなと思います。現状ね、もう1時間ぐらい喋ってるんで、どんぐらいの尺になってるか全然わかんないですけど、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。見たよって人はね、コメントの方もお願いしますという感じです。はい、それじゃあまた。